韓国における政党史では1945年8月の解放以後現在までの韓国における政党の変遷過程について説明をする8月15日の解放以後両運協を中心に左翼中道勢力が建国準備委員会を結成一方の保守民族主義勢力は国民大会準備会を基礎にして9月に 総陳運や金政主を中心に、韓国民主党を結成したが、米軍が南朝鮮に進駐した時点で、政党や政治団体の数が70余りにも及び、1946年9月までに、米軍政庁と格道庁に登録された、政党数は107にも上った。これらの政党は、朝鮮共産党や朝鮮人民党などの、 左派政党を別にして、リネミア、政策の違いは、ほとんどなく、近代的な政党政治のための基盤が未整備な、状態の中、政治指導者の個人的人脈や遅延によって作られた、名簿化政党もしくは、幹部政党の色合いが強かった。これらの政党及び政治グループはやがて、解放直後に結成された賢順から改変した、朝鮮人民共和国の警布を受け継いだ。 社会主義もしくは共産主義者勢力と中国重慶に置かれていた大韓民国臨時政府を支持する保守民族主義勢力の二大勢力に修練していくことになった。左派勢力と右派勢力がしのぎを削る中、1947年3月のトルーマンドクトリンに始まる、米ソ冷戦の激化で、米国は新宅統治や左右合作による、 南北統一政府樹立方針から南朝鮮のみでの単独政府樹立に方針を転換し、左派勢力に対する弾圧を強化したことで、左派勢力は地下選考を余儀なくされた。また、中道勢力は左右対立のまた田中で両派からの攻撃を受け、分裂を繰り返し、両派に修練していくことになった。 1948年5月10日に行われた初代総選挙には単独政府を主張してきた反民党と李正万を総裁とする大韓独立、即成国民会やそれに近いグループのみが参加し、近畿ら南北協商派や近慶職など中道勢力は選挙への参加を拒否した。そのため政権国会では李商番を支持する右派勢力が 圧倒的多数を占めた。しかし、李昌磐を支援してきた、反民党は、議員内閣制導入や国務委員の配分をめぐって、他元を分かつことになった。李昌磐大統領は就任当初、朝鮮主義を取り、与党を持たなかった。しかし、朝鮮戦争直前に行われた第二代総選挙にて前回選挙をボイコットした、南北共商派や、中間派が参加し、 李正万と距離を置く所属候補が多数当選した。そのため、李正万は自身の与党となる自由党を結成し、1952年に半ば、脅迫的な手段で、間接選挙から直接選挙制にするための憲法改正を実施した。自由党は、政府の強い影響下にあった大韓婦人会、大韓青年団、大韓労働組合総連盟。 大韓農民組合総連盟など因外団体を動員し、李正万自身の当選を確実なものとするために作られた政党で本来の意味における政党とは言い難かった。権力者が政権を獲得した後で権力維持の手段として政党を急増するという第五共和国までの韓国における与党結成パターンはこの時作られたと言える。初代総選挙と 第2大総選挙では、無所属や政党ではない社会団体が議会内の多数を占めていたが、1954年の第3大総選挙では、与党自由党が半分以上の議席を占めた。他方で、野党勢力は、李承晩と田もを分かった、反民党の後進政党である、民主国民党が全議席の7%台、それ以外の政党を含めても10%台に止まり、 過去2回の総選と同じく無所属当選者が自由党に次ぐ第二勢力になった。1954年の死者後入会権をきっかけに民国党や自由党から排除された勢力や反理商番無所属勢力を結集した民主党が結成された。翌1956年の政府大統領選挙では選挙運動最中に 政大統領候補の新翼広氏が遊説中に休止する悲運に見舞われたが、副大統領候補の張務が、自由党の力希法候補を破って当選を果たし、李昌番政権への不満を反映する結果となった。直後に行われた、地方選挙では、市有面の主張及び議会選挙で自由党が圧勝したが、ソウル特別市、同議会選挙では民主党が、 ソウル特別市議会で圧勝、その他の都市部でも優位に立った。2年後の第4大総選挙では自由党は過半数を維持したものの都市部を中心に民主党が躍進して憲法改正阻止戦である3分の1を単独で確保することに成功した。圧倒的な資金力と人的動員力を誇り農村部を地盤とする政府党と 都市部を地盤とし、資金力と人的動員力に劣る保守野党を主軸とした第六共和国までの韓国における政党政治の基本的構図がこの選挙で形成されることになった。1956年大統領選挙で前線した総ササグガンは韓国における本格的革新政党の先駆けである新歩党を結成し支持拡大を図った。しかし、 第四大総選挙を目前にした1958年1月に、総佐佐具岩以下党幹部多数が国家保安法違反容疑で逮捕され、党も回答処分を受けた。そして、総佐佐具岩が処刑されたため、第一共和国時代における革新勢力の活動は停滞を余儀なくされた。 1960年3月15日の大統領選挙に際して行われた大規模な不正に橋を発した大規模でも初位4月革命によって李正万大統領は退陣に追い込まれ与党自由党は事実上回答された。李正万退陣後に行われた第五大総選挙で民主党が7割以上の議席を獲得して圧勝し与党となった。 革新勢力は、社会大衆党や韓国社会党を結成して、選挙に臨んだが、民議員で5議席、参議院で2議席と惨敗し、第1野党とみなすことができるだけの政党はなかった。無所属は、民主党に次ぐ、第2勢力の議席を得たが、大部分は、民主党公認が得られず出馬した候補で、選挙後に大部分が民主党に入党した。 第二に共和国時代の政党体制は与党となった民主党内で1955年の結成当初から続いていた派閥対立が李正万政権崩壊で一層激しくなったことで機能不全を起こし結局国務総理の座を審判に奪われた院前大統領を中心とする民国党系の旧派が同年8月に民主党から分かれ翌年2月に新たに 新民党を結成した。政権与党の分裂で政局が混乱を極める中、1961年5月に軍事クーデターが発生、すべての政党が解散された上、国会も解散されたため、韓国における政党政治は一時中断することになった。僕正規政権は、1961年から1979年の およそ18年間にわたって続いたが、政治体制で区分した場合、直接の軍政機関と、第三共和国、第四共和国の3つに区分される。第三共和国は軍部を後ろ盾とした、政府党体制であったが、第四共和国では、牧政期の個人独裁の色彩が強くなり、政府党である共和党は脇に追いやられる形となった。一方、 野党勢力は離合集散の後、新民党に一本化されたが、常に、大政府恩恵派と強硬派による、主導権争いで動揺を続けた。5.16軍事クーデターで、政権掌握した軍部は、政治活動が、まだ禁止されていた1962年夏頃から、金正筆中央情報部部長を中心に、民政移管後の与党となる。 政党づくりを進め、民主共和党を1963年2月に相当した。共和党は、旧来の政治経験者を排除し、学会、言論会、放送会、財界の出身者を中心に組織された政党で、党総裁を中心とした、少数のエリートによって運営される体制となっていた。決闘準備過程では62年末に明らかになった。 投機公案をきっかけとして、金消失派と金東側派との間で対立が生じると、正式に共和党を旗上げするまでには、右与曲折があり、一部勢力は、野党人種と共に自由民主党を結成した。また軍部は、民政以上に備えて1962年12月に、政党法を制定、政党の国家管理を模索した。同法では、 立候補者の政党推薦制度、国会議員が政党を離党もしくは変更した場合や、政党が解体された場合の議員資格喪失、無所属の立候補禁止などが盛り込まれていた。1963年2月以降、これまで規制されていた政治活動が、長を務むなど一部政治家を除いて解禁され始めると、在野勢力は野党勢力を急防した。 単一野党を結成する動きを見せたが、大統領候補一本化をめぐって分裂。結局、旧派系が民政党を結成、新派系は民主党を再結成、過渡期政府を率いた元政を中心としたグループは国民の党を結成した。野党候補乱立の結果、僕世紀が第六代大統領選挙で民政党の院前に僅差ながら勝利し、 続く、第六大総選挙でも共和党が6割を超える、議席を得て圧勝した。なお、後に、大統領の座を争うことになる、金四騒と、金大中は、当時、金四騒が旧派系の民政党、金大中が新派系の民主党に属し、若手政治家として徐々に頭角を表してくることになった。 旧派系と新派系で分裂していた野党勢力は1965年4月の日韓会談協定案の仮調印に対する反対、闘争を契機に合同を推進し、同年5月に決闘宣言、6月14日に全党大会を開いて保守野党勢力を統合した民衆党を発足させた。しかし、 日韓協定の批准を阻止するための手段として、陰全旧民政党総裁を中心とする、強硬派が、国会議員総辞職を主張したのに対し、議会内闘争を重視する、恩憲派がこれに反対して、対立、強硬派が民衆党を脱党して1966年3月に、新関東を結成し、1年足らずで、野党勢力はまたもや分裂する事態となった。 第6代大,大統領選挙を前に、前回選挙で、野党勢力が分裂したことで、僕世紀に敗北した教訓から、再び野党勢力統合の動きが具体化された。そして1967年2月7日に、民衆党と新官党の統合大会が開催され、新民党が正式に結成された。同時に行われた、大統領候補指名大会では、委員が、 大統領候補に指名された。しかし、大統領選挙では、旧民主党と、旧新関東系の連携が十分にできなかったことも、あり、共和党の牧政期に前回より大差をつけられて敗れ、政治的権威が失墜した院前は、政治の第一線から退くことになった。1969年、当時の第三共和国憲法で、 大統領は一回に限って再任することができると規定されていた参戦禁止条項を与党共和党が大統領の継続任期は三期に限ると参戦ができるように半ば強引に改正したことで僕世紀の参戦への道が開かれた参戦会見が行われた同じ年の6月新民党の総裁で次期大統領候補として有力視されていたユチンゴが 急病に倒れ、新民党は、候補者不在の状態となった。その最中の11月、当時院内総務であった若手議員の金ム・ヨサムが、40代機種論を唱えて、大統領候補に名乗りを上げた。これに抗応する形で、近代中と政治上下法による政治活動規制から解除されたばかりの李鉄省も、 大統領候補指名選挙への出馬を宣言した。党内の年功序列を無視する形での指名選挙への出馬は柳地に山をはじめとする長老たちの反発を受けたが、長老支配の野党に対する反発と40代騎手が主導する野党に期待する世論の支持を受けた。こうして、新民党の候補者指名選挙は、金ヨンサムと金大中、李鉄章の 40代機種で争われることが決定し、当初候補指名選挙に意欲を示していた、柳晋さんは、党総裁に回ることを余儀なくされた。1970年9月に開かれた、党大会で、候補者指名選挙が行われ、金四サムが、金大中を抜いて第一位となった。しかし、過半数には達しなかったため、決選投票が行われ、金大中が、 李鉄章の指示を得て、金佐で、金四サムに勝利し、新民党の次期大統領候補に選出された。当時、金大中は、党内非主流派である、新派系に属し、党内での基盤は弱かったが、金四サムの出馬で、主流派が分裂したことと、非主流派の支持を一身に、集めたことで勝利することができた。以後、金四サムと、金大中は、 保守野党勢力における領収として対立しつつも、民主化闘争では協力し合い、自らの政治力を強めていった。1971年の大統領選挙は事実上、共和党の牧政紀候補と新民党の金、大中による一騎打ちとなった。牧政紀は、与党共和党の膨大な党組織と、行政組織が一体となった。 選挙戦を展開し、近大中を抑えて、当選を果たしたが、僕候補は、出身者地域である、軽症道地域で、金候補も出身者地域である、全羅道地域で、それぞれ60から70%以上の得票を得ており、韓国政治を左右することになる、地域対立が際立つ選挙結果となった。大統領選挙翌月の5月に行われた、総選挙で、 新民党は、陳山波動で党内が混乱状態になっていたにもかかわらず、憲法改正阻止線を大きく上回って躍進した。この結果、政府と与党共和党は、再度の憲法改正が不可能になった。維新政友会の発足大統領選挙と国会議員選挙の結果に危機感を抱いた、は、1972年10月に、 非常会厳令を布告した上で憲法を改正し、大統領の選出方法を直接選挙制から、同一主体国民会議による間接選挙制にするとともに住人制限を撤廃した。国会議員の選出方法は3分の2を中選挙区制で選出、残る3分の1は、大統領が推薦した候補者名簿を国民会議が任命する方法に改められ、 与党共和党とは別に大統領の意思を反映して行動する一新性誘拐が組織された。また、第三共和国時代に禁止されていた無所属での立候補も認められるようになった。これらの措置は終身政権を目指す、僕大統領にとって障害となりかねない国会を境外化するための措置であったが、もう一つには政党そのものを統治の手段から、 排除するための措置でもあった。それまでの与党である共和党においても、10.2項命波動で党内の反金消失派が一掃され、大統領の意向が従来よりも強く、反映されるようになった。鮮明野党 VS 恩恵野党当時の有力野党で、ある新民党においては、党総裁であった柳地に山を中心とする対、政府恩恵派と、 金ヨンサムや金大中を中心とする対、政府強硬派の対立があり、強硬派の一部議員は民主党一党を結成した。1974年4月28日に、柳総裁が休止したことを受けて8月の総裁選挙で当時45歳の金ヨンサムが、総裁に当選し、鮮明、路線を貫き、一新体制の打倒と、 憲法改正を強く主張し、院外闘争も積極的に展開した。しかし、党内では、鮮明、路線を貫くことで政府から弾圧されることを恐れる、恩健派の離反を招き、対立が激化した。そして、1976年9月の党大会では、恩健派が多数を占め、総裁による、単一指導体制から、集団指導体制へと変更。 代表最高委員選挙においても71年の予備選挙で大統領候補の座を金四サムや金大中と争った恩賢派の李鉄賞が勝利した。盤弱と思われた維新体制に対する反発は年を追うごとに強くなり1978年の総選挙では新民党は議席数でこそ共和党に優位を許したが 得票率では32.3%対31.2%と与党を上回る結果となった。党内では再び強硬派の勢いが強くなり、1979年5月の総裁選挙で金四ムが当選した。これに対して同年8月13日、同党の地区党委員長3名が党総裁選挙において、 党員資格がない者が投票したので選挙は無効であるとして、金四三総裁と副総裁4名の職務停止仮処分申請をソウル民事地方裁判所に提出した。仮処分申請を受けた裁判所は9月8日、金四三総裁と副総裁4名の職務執行と権限行使を停止、低イクを総裁職務代行者に任命する決定を下した。 この事態に対し、新民党は、金ヨンサム体制を転覆させようとする政治的、暴略だとして強く反発。党内は、金ヨンサム総裁と帝具も高総裁大交換で、激しい対立が生じたが、その後10月26日に、僕正規が暗殺された事件によって政局が大変動したことを受け、仮処分申請が取り下げられ、金ヨンサムを中心とすると指導部は、 その機能を回復することができた。僕大統領暗殺後、緊急措置が解除され、近代中をはじめとする、政治犯の釈放、公民権回復など束の間の政治的自由いわゆる、ソウルの春が訪れた。その最中、近四サム、近代中、近消筆の初位三金が、政治の主役に躍り出て、ポスト維新後の主導権争いを展開、新民党は、 金四三支持派と金大中支持派によって事実上の分裂状態に陥った。こうして政局が混迷する最中、前年12月の祝軍クーデターで軍を掌握した、前都間をリーダーとする新聞部が1980年5月、非常会限令拡大措置によって政治の実権をも掌握し、再び軍政へと逆戻りすることになった。政権掌握した。 新軍部勢力は3から4程度の政党からなる多党制を施行し、自分たちを脅かす野党勢力の進出を封じ込めようと考えた。また、選挙制度も定数2名の中選挙区政と全国区との並立制とし、有力野党を複数誕生させるにした。政治資金の法律に関しても4大政党を優遇する政党補助金制度を新たに創設した。 そして新軍部が事実上制定した第5、共和国憲法の交付と同時に、僕世紀与党の民主共和党、野党の新民党など、第4共和国における政党はすべて解散させられた。政治活動禁止措置が解禁された後、新軍部は、僕世紀政権時と同様に与党としての民主正義党を1981年1月18日に相当した。 一方の野党勢力も、旧新民党の政治家を主体とした、民主韓国党、旧共和党及び、維新声優会の政治家を主体とする、韓国国民党が、相次いで相当された。しかし、金四三、金大中、金消筆のいわゆる、三金をはじめとする与野党の有力政治家は、のきなみ、政治風土刷新のための特別措置法によって、正解を、 強制追放させられたため、野党はのきなみ、完成色が強いものとなった。上等道系と東橋道系の元政治家を中心に結成された、在野政治団体である民主化推進協議会を後ろ盾として1985年1月に結成された、新官民主党は、鮮明野党。 大統領直接選挙制の復活を公約に掲げ、結成直後の2月に行われた総選挙にて、ソウルや富山など都市部で躍進し、完成野党と揶揄されていた民間党を大きく上回る67議席を獲得して野党第一党となり、民間党は選挙直後から離党者が続出し数議席、足らずの軍将政党に転落した。結果、 対12大国会において、新民党は103議席を有する巨大野党となり、与党民政党に対して対峙する、両党制の状況が出現した。こうして、勢いを得た、野党勢力は、憲法で定められた、大統領選挙が行われる1987年に、章順を定めて、政府与党に対する攻勢を強めていった。野党は、 大統領の選出方法を従来の間接選挙から有権者による直接選挙へと改めることを強く主張した。これに対し政府与党は議員内閣制改憲を提案し野党の自家先生要求は認めない姿勢を示した。政府の議員内閣制改憲に対し1986年12月リビング総裁は言論の自由や 政府の中立、地方自治の実施、公正選挙保障など7項目の民主化要求を政府が受け入れることを条件としながら議員内閣制会見に肯定的な姿勢を示した。これに対し、金四ム、金大中が強く反発、党内は議員内閣制会見受け入れをめぐって事実上の分裂状態に陥った。あくまで自家先生を求める金サムと、 金大中は、新党結成を宣言、新民党議員69名で、統一民主党を結成し、金四サムが総裁に就任した。結果、新民党は、野党第一党の座から転落することになり、民主化後に行われた、国会議員選挙直後に回答した。1987年6月29日に、 ロヤス市議民政党代表委員が発表した6.29宣言によって野党や財野が強く要求してきた大統領の直接選挙制復活を軸とする民主化が実現した。しかし民主化運動指導者である金四ムと金大中の対立が表面化し民主党は分裂状態に陥った。金四ムと決別した金大中は 民主党内の東橋道系議員を中心に平和民主党を結成した。一方、旧共和党総裁、金正筆も政界復帰を宣伝し、旧共和党時代の閣僚議員を中心として新民主共和党を結成した。16年ぶりの直接選挙で行われた同年12月の大統領選挙は事実上、与党、民政党の露イ具候補と参議院の処位。 一路三勤による争いとなったが、各候補とも政策に大きな差はなく、自分の出身地域における地域感情を動員する選挙運動を行った。その結果、それまで政党体制という権者の投票行動を規定していた、ヨ村のノトが交代し、地域主義が有権者の投票行動と政党体制を規定する最大の要因として浮上することになった。 選挙の結果、民政党のロタイグ候補が参金を抑えて、当選を果たしたが、ロタイグの得票率は36.6%で、全有効得票の4割にも満たず、金四サムと金大中の出馬で野党票が分裂したことが、最大の勝因となった。しかし、両候補の間で単一化が実現したとしても、峰南と湖南地域が、 必ずしも単一候補を共に応援するとは限らず、ロタイグ候補に勝利できるかどうかは微妙であったとの指摘もある。また近大中候補にとっては、分裂選挙で、ン四三が出馬した場合、峰南地域の票が、ロタイグ候補と割れることで、自身の当選する可能性が高くなるとの目論みがあったとされている。戦術したように、 有力候補者自身の出身地域住民の地域感情を動員する選挙戦を展開した結果各地域においてその地域の出身者である有力候補一人に票が集中する現象が生じた特に全羅道では近代中候補が90%以上の支持を集める結果となった野党勢力だけでなく民主化運動を野党と共に進めてきた 在野勢力も、近代中候補への批判的金ヨ近四三候補を前提とした、野党候補の他に地下推進、独自に、民主候補擁立と3つのグループに分裂した。民主化が実現し、制度的民主主義が定着した第六共和国における、政党体制の特徴は、政治指導者の出身地域に移居した、地域主義が、政党体制を左右するようになったこと。 そして、頻繁な離合集散で、政党体制が流動化したことが挙げられる。前年12月の大統領選挙であらわになった、地域主義に基づく、政党体制の構図は、大統領選挙から4ヶ月後に行われた1988年4月の総選挙にそのまま持ち込まれ、地域主義が選挙の勝敗を左右する、大きな要因となった。与党、 民政党は過半数を下回って敗北、強力な地域感情を背景に全羅道とソウル市で効果的に議席を得た平民党が躍進した。この結果、韓国憲政史上初めて与党が議会での多数派の地位を失い、どの政党も国会での過半数を得ることができない状態が出現した。在野勢力は反ョレ民主党や 民衆の党を結成して選挙に挑んだが当選者を事実上出すことができなかった。一方で既存保守政党の民主党や平民党から出馬したロブゲンや理解さんといった在野出身候補者は大部分が当選し地域主義に基づく政党政治体制の壁の厚さを痛感させられる結果となった。ロタイグ政権からキンヨンサム政権時代における 政党体制は、三党合同による民事党の誕生、近代中の政界復帰、金小筆の新党結成など、三金を主軸とした再編成がなされた。三党合同88年の国会議員選挙で、民政党が国会過半数を失ったことに危機感を抱いた、ロタイグ大統領は1990年1月22日、 民主党及び共和党と合同して民主自由党を結成することを宣言2月に合同大会を開催して民事党を正式に発足させた民事党発足で絶対的少数政党へと転落した平民党は3党合同に反対した民主党議員や無所属議員が結成した民主党との合同を模索 在野勢力との合同を経て、1991年に新たな民主党を発足させた。この結果、政党体制の構図は、一郎三勤の出身地域に移居した多党制から、ハンコナングイエスコミナミによる両党制へと変化することになった。翌1992年3月の総選挙では、経済政策などに対する不満から民主党が、 議席数を大幅に減らし、過半数を割り込んだ。反対に民主党や統一国民党が躍進した。しかし、同年12月に行われた大統領選挙では、峰南地域の固い地盤に支えられた金四三が、金大中に大差をつけて当選することができた。一方、二金の間で埋没し、敗北した、鄭秀縁は選挙後に、政界引退を表明。 彼が率いていた国民党は、ダレ式に離党者が続出し、軍省政党に転落した。参勤体制の復活35年ぶりに行われた1995年の司法治選挙を前に、民事党内における主導権争いに敗れた、金消失は道党を離脱し、TK 勢力の一部と、旧統一国民党を取り込む形で、自由民主連合を結成した。 そして、地方自治選挙後の7月に、政界復帰を表明した、近大中が、新党、新政治国民会議を結成、民主党から多数の議員が参加したことで、野党第一党となり、参議院が復活することとなった。翌年4月の、第15代国会議員選挙では、民主党から党名を改めた新韓国党、国民会議、自民連。 それぞれの党が地盤とする地域で勝利を収め、反、参勤と反、地域主義を全面に打ち出した民主党が敗北した。こうして、参勤の出身地域に移居した参党体制が構築され、参勤の政治的影響力がより強化される結果となった。国会議員選挙の翌1997年に行われた大統領選挙において、 国民会議の近代中候補は自身を弾圧した僕正規政権の中枢にいた金消失が率いる自民連と連合し国務総理を自民連から出すことや議員内閣政会見を2000年までに行うことを胸とする協定を結んだ一方与党であった新韓国党は民主党と合同し半奈良党を総統したがログゲンは 半奈良党には入党せず、国民会議への合流を選択した。こうして、選挙は、理解賞と、近代中、新韓国党を離党した、李人沈みの事実上3人による争いとなり、近代中が僅差で、理解賞を破って、当選を果たし、韓国憲政史上初めてとなる与野党間の平和的、政権交代が実現した。国民会議と、 自民連の連合で1998年2月に誕生した近代中政権であったが、表11に示されるように半奈良党が国会で過半数を占めており、少数与党としてのスタートとなった。そのため、近少筆の国務総理同意案は6ヶ月以上も承認が遅れ、当初国務総理代理としての任命を余儀なくされるなど、国政運営に困難がつきまとった。 こうした状況を打開するために野党議員の切り崩しと軍省政党の取り込みを図った。こうして1998年9月に与党は過半数を確保することができた。国民会議と自民連は公約として1999年末までの議員内閣制への移行を掲げていたが議員内閣制に消極的であった近代中大統領は 経済危機の状況から議員内閣制へ移行するための憲法改正は不可能であると主張し与党内部で対立が生じ始めた。当時与党は過半数を占めてはいたが憲法改正に必要な3分の2の議席は確保していなかった。そのため会見を強行すれば連立政権が崩壊し自民連も野党に転落する可能性があったため自民連は 会見断念に追い込まれた。その一方で、近代中大統領は2000年4月に行われる国会議員総選挙に向け、新たな体制で望み単独勝利するために、自身の政党である国民会議を新党に改変するための準備を進め、2000年1月20日に新党、新千年民主党の決闘大会を開催し、国民会議は民主党に合流した。 対する野党の半ラ党においても、国会議員選挙の公け誤もをめぐって、超圧指名誉総裁やり帰宅顧問などの党重鎮が、同党を離党し、民主国民党を3月に結成した。三党体制から両党制、民主党発足後の2000年4月に行われた、国会議員選挙は、与党の新千年民主党と野党の半ラ党が第一党。を、 めぐって争う構図となったが、半柄党が民主党に18議席の差をつけて133議席を確保して第一党となった。一方、民主党は改選前の議席を大きく伸ばしたものの115議席で第二党に止まった。一方、選挙前に民主党との連立を解消した自民連は地盤である。 中政党で民主党や半奈良党に支持を奪われ、議席を大幅に減らし、院内交渉団体の結成に最低限必要な20議席すら下回る17議席に止まり惨敗した。結果、半奈良党と民主党で全体議席の9割を占める結果となり、参議院が主導してきた3党体制から半奈良党と民主党による両党制へと変化した。 地域別で見た場合、半奈良党は、南,南地域65議席中64議席を、民主党は、湖南地域29議席中25議席を確保し、地域対立に基づいた政治構造に変化は見られなかった。一方でこの選挙では、全国区候補のうち30%以上を女性に割り当てる制度が導入されたことで、 女性当選者が前回選挙よりも増加したほか、386世代に代表される運動権出身者も多数当選するなど変化も見られた。政党システム変化の兆し民主化以降に表面化した地域感情を対立軸とした政党体制が作られ、国会議員選挙や大統領選挙においても継承道と全羅道を中心とした。 地域対立が選挙結果を左右してきた。しかし2002年の大統領選挙では地域対立と全く異なる新たな局面が生じた。1998年に発足した近代中政権は2001年になると経済政策や人事面での失勢から支持率が急落し2002年に予定されていた大統領選挙では勝てる見込みが低かった。 前回選挙では中世道を地盤とする自民連と連合することで近代中が勝利したがその自民連は2000年の総選挙において敗北し地盤としていた中世道における動員力も大きく低下した上に政権発足時の公約であった議員内閣制改憲実施が保護にされたことを理由に野党に転じていたそのため民主党は 党機構を改革して、次期大統領候補を党員以外の一般有権者も参加して選ぶ、予備選挙を実施することで事態の打開を図った。党機構改革では、総裁職を廃止して、最高委員で構成される、最高委員会による、集団指導体制の導入、大統領は、党代表職を兼任できない、など有力政治指導者による、 党支配を改め、より党の自立性を強化する改革が行われた。そして、大統領選挙人団のうち50、50%を、党員ではない一般有権者で構成される、国民選挙人団に配分することも決められた。この民主党の党改革は、国民の関心を引き起こし、ナラ党においても候補者予備選挙で、一般有権者が投票できるように、党権。 投機が改められた。こうして行われた民主党の大統領候補予備選挙の結果、ミネ・ミナ出身者であるため党内基盤が脆弱であったが、反地域主義者で20代から30代に支持が高いロ・ブゲンが、ノサモをもとに支持を拡大し、党内多数派の支持を得ていたリヒト・シズミを破って当選を果たした。その後、 日韓ワールドカップを成功に導き有力候補と目されていた低矛盾との候補者一本化を果たしたロブゲンは12月の大統領選挙で半奈良党の理解賞を僅差で破って勝利を果たしたが地域主義によるこれまでの政党体制に変わる新たな政党体制システムへの変化の兆しが現れた選挙となったまず地域別で見た場合ロブゲンが 古南地域で、理解省が、峰南地域で、高い支持を得ており、地域主義の構造自体に、大きな変化は現れなかったが、20から30代の若年層における支持で、理解省に勝利したことが、ロブゲンの勝因であった。また、対米、対北朝鮮政策など、ロブゲンと、理解省の、両候補官における、政治理念の差が明確になった選挙でもあり、 進歩主義的傾向の強い有権者は、ロブゲンへ、保守的傾向の強い人は、理解者へと有権者の政治的立場の違いによって、投票傾向が分かれ、これまでの選挙では争点にならなかった政治的理念や、傾向が結果を左右した。ロブゲン政権では、これまでほとんど存在しなかった、進歩主義保守という政治的理念や立場による、 政治的対立が生じ、売り党の発足や民主労働党の院内進出など、地域主義に基づく従来からの政党体制に変わる新たな変化も見られた。しかし、人気末期になると、与党勢力の利合集散が再現され、韓国における政党制度の脆弱性を露呈する結果となった。ウリ党の誕生を2002年大統領選挙で勝利したロブゲンであったが、 野党半ラ党が過半数を占めていた上、与党であるべき、民主党では非主流派に位置し基盤が脆弱であったため、党内をまとめ上げることができなかった。そのため、政権発足直後から新主流派と旧主流派との間で確執が続き、新主流派は2003年9月20日に半ラ党から離党した議員と共に、院内交渉団体、 国民参与統合新党を結成し、分党する事態となった。そしてロ・ブゲン大統領も29日に民主党を離党した。統合新党は、リュウ・ジビンらの改革国民政党や民主党からの離党者を加えて11月11日に結成党大会を開催し、開かれた売り党となった。しかし売り党の所属議員は十七名で、国会内では、 半奈良党と民主党に次ぐ、第3党で3分の1にも満たなかった。売り党の躍進、民労党の院内進出翌2004年3月、ロブゲン大統領の売り党支持発言、大統領選挙における、不正、経済失勢を理由として国会に提出された、弾劾卒意案が、野党、半奈良党と民主党の圧倒的賛成多数で、可決された。これに対し、 弾劾訴追は、通り当略であると反発した有権者の支持が、売り党を押し上げ、支持率で、第一党となり、弾劾を推進した半奈良党と民主党の支持率は、急落する結果となった。支持率が急落し、敗北の危機に直面した半奈良党は、僕世紀元大統領の長女で、国会議員の、僕国を党代表に、選出。 強い支持基盤である峰南地域を中心に支持の巻き返しを図った。2004年4月15日に行われた総選挙は、売り党が現有議席を3倍以上に増やす152議席を得て躍進し、第1党となった。一方、半奈良党は、僕国が代表になったことで、峰南地域を中心に支持を巻き返すことに成功し、議席を減らして、 第2党となったものの、121議席を獲得、議席減を最小限に抑えることに成功した。これに対し、弾劾訴追を半ラ党と一緒に推進した民主党は、本来の支持基盤である湖南地方を売り党に奪われ、選挙前より50議席以上を減らして惨敗した。売り党躍進と共に注目されたのは、第1共和国時代の進歩党以来となる、 左派政党の民主労働党が政党得票率で民主党を上回る13%を得て院内進出に成功したことである。地域別得票では16指導すべてで平均10%台の支持を得ており、参勤に代表された政治的領収の出身地を支持基盤として成立してきた地域活況的政党体制に一石を投じる結果となった。 ウリ島とハンナラ島の得票率は共に30%台で並び、その差は数足らずであったが、湖南地域とミネミナミ地域では、それぞれの島が全国平均より極端に票が偏る現象が、この選挙でも生じた。ただウリ島は、ハンナラ島の地盤であるミネミナミ地域でも20から30%台の支持を集めることに成功しており、 反ン南環状が強い南南地域でも一定の支持を集めることに成功した。ウリ党の解体取り合衆参2006年広域自治団体長選挙における党派別党選図。青がハンナラ島、木がウリ島、緑は民主党。第17代総選挙では弾劾に反対する国民の支持を集めて第1党になったウリ党であるが、党分裂による 支持基盤の弱体化、経済政策の失敗などから、国民の支持が急落、2005年と2006年に行われた、国会議員再選挙ではいずれも全敗した。そして2006年5月に行われた、全国同時地方選挙でも、広域自治団体長当選者は、低、東栄議長の出身地である、全羅北道のみ、広域議員選挙でも首都圏地域区で全敗する。 結果となった。相次ぐ選挙で全敗し、このままでは2007年の大統領選挙を戦うことができないと考えたウリ党内では、かつてもとを分かったはずの民主党を含めた、進歩主義勢力の統合浸透を模索する動きが強まった。こうした中、与党系及び中道勢力の重鎮であった、後見元国務総理が大統領選挙への出馬を断念した。 このことをきっかけに、議員の離党が相次ぎ、2月6日に、金ン・ハン・ギルゼウリ党院内代表など23人が、集団離党したことで、ウリ党は、第2党に転落することになった。こうして、ウリ党は、決闘から4年目にして回答への道を突き進むこととなった。集団打党した議員グループは2月17日に、院内交渉団体として国会に登録した。 統合新党の集いを5月7日に中道改革統合新党を結成翌6月に近代中前代表の元与党である民主党と合併して中道統合民主党を発足させた一方で低党園や近近対半奈良党を離党した孫鶴慶を中心に与党系勢力の結集を図る動きが展開され8月5日に 民主党からの離党者も合流した大統合民主新党が発足20日に新ロブゲン派のみとなったウリ党を九州合併して第一党となった。こうしてウリ党は結成からわずか3年余りでその歴史に幕を下ろすこととなった。12月に行われた大統領選挙は事実上ウリ党の後ろ身である民主新党の帝党へ候補と第一。 野党半奈良党の李昭弘候補、元半奈良党総裁で、元同党大統領候補であった、理解イ候補の三者による争いとなった。選挙の結果、李昭弘候補が、低党へ候補らに圧倒的大差をつけて、当選を果たし、半奈良党は1997年の選挙以来、三度目の王戦挑戦で与党になった。十八大総選を前にした。 李郷衆参前年12月の大統領選挙で勝利したリア・アキヒロ候補は2月28日正式に第17代大韓民国大統領に就任した。就任直後の4月8日第17代国会議員の任期満了に伴う国会議員総選挙が行われた。この総選挙を前に新たに与党となったハンナラ党、野党に転落した民主新党、 両党以外の政党を含めた、理合集参が展開された。売り党の後継政党である、民主新党は、進歩主義勢力の結集を図るべく民主党との、大統領選挙候補者一本化と合同を模索し、一時は、候補者一本化と両党の統合で合意したが、統合後の党運営をめぐって対立し決裂、統合は、白紙となった。その後、 大統領選挙で惨敗した民主新党は2月11日民主党との統合を宣言2008年2月17日に統合民主党を正式に発足させたこの統合で2003年に売り党総統が原因で旧新千年民主党が分裂して以来約4年5ヶ月ぶりに一つの政党に戻る形となった大統領選挙で前線した 理解賞は保守新党を結成する意向を表明、1月の自由新党の設立発起人大会を経て、2月1日に自由戦新党を結成した。同月12日、かねてから理解賞の新党に合流する意向を示していた、元中世南道知事の陳丹平が率いる国民中新党と合併した。前年の大統領選挙で同等の 大統領候補であるケン、県栄吉が、国会議席一議席のミニ政党である、創造勧告等の文国言に差をつけられ語彙に止まる、不本意な結果となったことをきっかけに、新北朝鮮路線を取る、自主派と新北路線に批判的な平等派との対立が深まった。選挙後の党運営を担う、非常対策委員会で、新北路線からの決別、 運動権政党からの脱却、非正規社員などミニ首労倉庫との人々の支持も集めることができる党を目指す党改革案が否決されたことをきっかけに、平等派党員の離党が相次いだ。そして3月2日、民労党を離党したイさん、陳賞、元議員を中心とした進歩新ポシン党が発足した。 18大総選挙を控え行われた、公焼け候補者審査の過程で、現職候補者の多くが、公焼もを外された。政権を脱会後、初めて総選挙となるハンナラ党においても、元党代表で、リア・アキヒロ大統領と、大統領候補の座を争った僕クネに近いグループが、公焼もから脱落した。現に公焼も審査を通過した公焼け候補者の、 大半が親利派で、地域区候補者245名中157名を占めたのに対し、親牧派は44名に止まった。この点に強い不満をいただいた親牧派の議員は、3月17日に、半奈良党を離党して新党、親牧連隊と、無所属連隊を結成して、総選挙に挑んだ。 リアキヒロ政権発足直後に行われた第18大総選挙の結果、民主党の獲得議席数は81議席と4年前の161議席から半減、国会総議席数の3分の1を大きく下回る結果となった。また民老党も党分裂が影響して5議席と4年前の半分に止まる厳しい結果となった。一方、 与党に返り咲いた半奈良党は過半数を上回る、議席数を確保することに成功した。野党連合総選挙勝利で、大統領と国会、地方自治体の3つの権力を掌握した半奈良党と、リア・アキヒロ政権に対抗するため、野党勢力は民主党と他の軍省政党に、市民社会勢力を加えた、共同体を組織する道が模索されるようになった。 リアキヒロ政権発足直後に起きた、米国産牛肉反対運動が一段落した後の2008年11月、近代中元大統領の民主労働党、民主党、市民団体を網羅した、広範囲な連合の呼びかけに続き、民主党、民労党、進歩新ポシン党、創造勧告党と、ろうそくデモに参加した。 市民団体で構成される民政、民主国民会議が発足したことで民主連合に向けた議論が活発化した。2010年6月の全国同時地方選挙を目指した野党連合の議論が活発化、地方選挙において選挙連合を組織した。ソウル市や軽機道の市長選挙では民主党と小政党の間で合意が成立しないなどの課題もあったが、 野党は2006年選挙と比較して当選者を1.8倍に増やし半なら党に圧勝するなど大きな成果を得た。統合政党の結成地方選挙での成功を受け野党勢力は連合からさらに進み2012年に行われる総選挙と大統領選挙を睨んだ野党勢力統合を模索するようになった。野党勢力統合は当初 保守系の先進党を除く民主党や民老党など広範な進歩勢力を一つにまとめる連合政党を目指していたが中道色が強い民主党と進歩色が強い民老党や進歩進党などとの間で大きな隔たりがあったため民老党と進歩進党離党派及び参与党が合同した統合進歩党が12月5日に民主党と市民統合党及び 韓国労働組合総連盟の合同による民主統合党合盗が12月16日にそれぞれ結成された。ありがとうございます。